こんにちは、すずめです。今日は、オズアカデミー女子プロレスが、管理、認定するフラッグシップタイトル、オズアカデミー認定無差別級王座の、歴代チャンピオンを行きます。2022年2月2日現在のチャンピオンである、雪日麻耶選手は、防衛回数が変わるかもしれないので、防衛回数はハテナです。それでは行きます。